はい、こんにちは。今練習が終わりましたという感じです。自分が単純に感じることにはなりますけど、左足のところがもう自分が長所と思ってるのであればもっと自信を持っていいんじゃないかなとは思ってる。やっぱ今週末はね、土曜日の試合なので回復もね難しいから、まあでも練習の部分ではしっかり強度を持ってやってるし、まあ実際に長さという、ね、部分でこう結構管理されてという感じにはなってて、もう本当に僕は試合に出たい次の相手が、オビエドって言って、まあ一応カンテラになるのかな、カンテラになると思う。まあ勝ち点差っていうところも結構近いから、しっかりと勝ち点を、今度こそは勝って、勝ち点を重ねていくっていうところもやっぱ自分の勝ちの目標と、やっぱ自分自身も試合にしっかり出て成果を出して試合に勝つってことがやっぱ自分の中でもベストだよね。やったことはいつか帰ってくると思う。今とはないけどね、ジム前行ってて、で若干こう自分的にも変化を今感じつつあるところで、まあ、感じてる部分はある。なのでこの短期間、まあ、こっちに来てからね約1ヶ月以上経ちましたけど、1ヶ月2ヶ月のところでこのプレーに関してもしっかりと、ね変化が出てくると思うので、そこを信じてやっていきたいなとは思っています。今日はとりあえずサッカーのことだけを話しましたけど、本当今週末のためにね、僕自身もいい準備して取り組みたいですし、チームとしても勝ち点差を取れるように、ね、頑張っていきたいと思います。まあ、そんな感じで、今日の一言に決めたいと思います。では You're alone in the jungle now. You wanna make a fire, but don't know how.